はい、酒好きな新潟人の飲酒動画、今回は変わり種で紹介いたします。はい、ポッカ札幌の、お酒にプラストクトクレモン、こちらですね、割り剤です。お酒にプラスシリーズは、結構たまにね、結構知られてる人はいると思うんですけど、いわゆる割り剤のね、レモン味の割り剤と、ポッカのね、よくある 100% のレモン果汁とか売ってるポッカです。1本で25杯分の割り剤と、こちらが値段が、この 500ml で確か250円ぐらいだったか、300円だったか、そこら辺ぐらいですね。おすすめの、割り方。お酒 80ml を水 120cc で割り、本瓶 20cc を注ぎ入れれば、おすすめレモン割りの出来上がり。原材料名がレモン果汁と果糖、ブドウ糖液糖と酸味料と香料と保存料とビタミン C とマリーゴールド色素。甘味料は使ってません。これはお酒ではありませんと書いてあります。ね。はい。打ち飲みを楽しく、トクトク川柳。懐も、心も癒す、トクトクかな。わけがわからない。ペンネーム、単身赴任1年目さん。どういうことじゃね。クエン酸が 28,000mg、1本あたり入ってるみたいです。果汁がね、10% 未満と。果汁 10% 未満。なので、大半はこれは水と、あれ、砂糖かな？砂糖が入ってる。砂糖が入ってる。ということで、じゃじゃん！ 4 リッターの、こちら。好きやね。ね、金宮焼酎。金宮焼酎の4リッターバージョン。をですね。適当に注いでと。3割ぐらい注いで、で、これを、20cc。こちらを 20cc 注ぐと。注いで、で、炭酸水を入れて、水でもいいらしいです。水でもいいらしいけど、炭酸水でしょ。炭酸水でしょ。完成、乾杯。あ、すっぺ。あ、結構すっぺな、おい。ちょっと待って、これ自体飲んでみよう、ちょっと。これ自体をちょこっと飲んでみよう。乾杯。うわ、酸っぱ。むちゃくちゃ酸っぱいじゃん。これで果汁 10%？ マジで？むちゃくちゃ酸っぱいよ、これ。酸っぱ。これ酸っぱい。これ割って飲んでもほんと酸っぱいわ、これ。これ何が違うんだ。これ何が違うんだろう。
あ、酸っぱ。酸っぱこれ。マジで。これレモン 100% ジュースの方が、いや、あれなのか。どうなんだろうな。どう違うんだろう。ぶっちゃけた話。あー酸っぱ。これレモン 100% ジュースの方が安上がり？いや、どうなんだろう。同じ量だったら多分これ 500ml のレモン果汁 100% ジュースのやつと比べたら絶対レモン果汁 100% ジュースの方が高いんですよ。 100%。 うん。なんで量で比べるとこっちの方が安いんですけど、確か 600ml のね、ポッカンのね、100% レモン果汁のやつあるんですけど、あれがね、あの、400、いくらするんですよ。これが250円ぐらいで買えるから。そういう意味だと、安い。それでいて結局あの、レモン果汁があんまり入ってない。10% 未満。しかも、クエン酸、あ、酸味料がクエン酸なのかな。よくわかんないけど。うわ。すっぺえ。すっぺえけど、まあ。まずいということはない。普通に美味しいですね。ただかなり酸っぱい。かなり酸っぱい。かなり酸っぱいですね。お酒にプラスレモンが 100% ジュースのやつか、希望商売価格が、600円ってなってますね。まあ、いわゆる 100% レモン果汁ジュース。レモンジュース。で、このトクトクレモンが 500ml で400円ってなってますから。まあ、どうなんですかね。まあ、ほとんど、まあ、200円ぐらい差があるのか。うん、まあ、店売りだからもっと安いとは思うんで。ってことを考えると、うん、どうなんでしょう。でも本当にあの、さっきあの、これ、そのまま飲んだ時に、あの、すっごい酸っぱかったんで、普通のレモン 100% ジュースと多分ほとんど変わんない酸っぱさが、多分、酸味料が、クエン酸が多分いっぱい入ってるんだろうね。おそらく酸がね、酸味料かなんかで多分追加してるんですよ。おそらく。うん。まあ、どっちでもいいんじゃない？ああ、こっちの方が多分安いんで。で、しかもめっちゃ酸っぱかった割に全然甘くなかったんで、甘さがほとんどないみたいですね。てか、ぶっちゃけこれ糖類入ってねえじゃん。加糖ブドウ糖液糖は入ってるけど、糖類って書いてないですね、原材料。ということは、ほとんど砂糖入ってないみたいだな。いわゆる果糖を入れてんのか、わからないけど、まあ、どちらにしろほぼ甘さがなかったんで、砂糖もほぼ入ってないと見ると、まあ、うん、全然ありかなと。個人的には思いますけど、100% の、まあ、レモン果汁も、まあ、と多分変わんない。ほとんど飲んだ感じで言うと、まあ、わからんですね。
ポッカレモンのプレミアムシチリア産ストレート果汁っていうやつが出てるみたいですが、こちらは多分、いわゆるさ、100% の、果汁飲料とかオレンジジュースとかって基本的に、水分を抜いて、粉とかにして、やるんですよね。確か。で、それを、水で薄めて、また戻して、まあ、いわゆる輸入してくるわけですよね。だから、このストレート果汁っていうのは、そういうものを一切使用しないで、そのまま積み立ての、その液体のまま、そのまま、されるんで、かなり高い。ね。まあ、だがしかし美味しいらしいです。が、それを、レモンの、ストレート果汁 100%。これが 120ml 350円。高えな。むちゃくちゃ高えな。3倍ぐらい高いな。ちょっと飲んでみたいですけどね。120ml で350円ってことは、2.5 倍ぐらい高いな。このお酒にプラスレモンの通常のやつ、いわゆる濃縮還元のやつよ。2.5 倍ぐらい高い。あ、でもストレート果汁のオレンジジュースとか、俺オレンジジュース大好きなんですけど、それ飲んだことないんですよね。まあ、なんで一回ぐらい飲んでみたいのは、山々なんですけど。だいたい売ってない。そもそも売ってない。ネットとかだったら買えるんだけどね。ネットで買うとむちゃくちゃ高いんで、買わない。このレモンあれだわ。本当に酸っぱいから。これ 10ml ぐらいでも十分だから。本当は 20ml 入れろって書いてあるけど。酸っぱ。酸っぱいの好きだけど。酸っぱすぎるな。酸っぱすぎてほとんど酒の味なんて知ったもんじゃねえ。味が濃すぎる、ちょっと。まあ大体あれなんだけど。そうそう、今日ですね、ものすごく強い台風が上陸したらしいです。上陸したんだか、もうしてたんだかわかんないけど。そんなこと言ってました。なんか車をぶっ倒して、で、あと電柱をなぎ倒していってるらしいですけど。まあ、なんですごい今日めっちゃ風強かったんですけど、新潟でも結構風強くて、今九州のあたりにいると思うんですけど、めっちゃ風強くて朝から。で、雨も多分降ってる。うん。のでね、まあ、皆さん気をつけてください。本当になんか、ひどいらしい。被害が、ひどいらしいですよ。噂によると。マジで。冗談じゃないらしい。本当に冗談じゃないらしいです。被害が。被害が甚大っていうかね。なんか沖縄のあたりで、本当に車なぎ倒して、なぎ倒されてな、ひっくり返ってたからね。で、しかも電柱がさ、電信柱がさ、根こそぎ、いわゆる、こう根っこからこう抜けてなんか横倒しになってたから、あれどうやったらなるのって感じです。
あ、そうだ。関係ない。またお酒の話に戻りますけど、このね、ポッカ札幌から出てる、まあ、いわゆるお酒にプラスシリーズなんですけど、これのね、ライムっていうのがあるんですよ。こちらがね、ちょっと地雷なんですよ。個人的に。まあ、地雷というか、まあ、地雷は地雷なんですね。こちらね、ライムって書いてあって、まあ、前もさっきレモンのやつがあったじゃないですか。で、このレモンは 100% とかなんですけど、これはまあ 10% ぐらいなんだけど。で、100% 果汁っていうのは基本的に当然なんですけど、100% なので、まあ、砂糖とかなんてまあ加えられてないんですよ、普通は。だがしかし、このライムはですね、なんと果汁が 80% という微妙な値でですね、これ以前買ったんですけど、使ってみたら甘っとか思って、むちゃくちゃこれ甘いんですよ、このライム。果汁 80% だから、残りの 20% 多分全部砂糖じゃないかなっていうレベルの甘さで、本当に冗談じゃない。で、こちら、このサイトに行ってるんですけど、今。ライムと、原材料がライムと砂糖と香料と紅花色素と口なし色素となってます。でですね、これまあ、簡単に言うと、このね、原材料のね、見方でね、実は入ってる量が大体わかるんですけど、この原材料って、法律でね、決まってて、一番多い順から、少ない順に向けて、書くっていう法則があるんですけど、これの場合、原材料が、ライムが一番目に来てて、二番目に砂糖って書いてあるから、まあ、ライムが 80% だから8割、ライム。で、残りの2番目に使ってる量が多いのが、砂糖ってことなんですよ。ということは、で、その後に香料って書いてある。で、香料っていうのは、ぶっちゃけた話、そんな量使うとかのレベルじゃないはずなんですよ。そんなに量使うもんじゃないんです。うん。香料ってそもそもどういうあれなのかわかんないけど。香りをつけるだけだから、ろくな、そんなに超少ないと思うんだよ、量。ということを考えると、多分これはほとんどが 20% ぐらいは多分砂糖なんです。うん。で、だと思われまして、でですね、今見たところによると、この栄養成分っていうのが書いてあるんですが、なんとびっくりすることにですね、やはり俺の予想は当たっていた。こちら栄養成分の、カロリーの部分に、エネルギーの部分にですね、大さじ1杯あたり、15ml あたりです。なんとエネルギーが15キロカロリー入ってる。15キロカロリー？バカな。ということは、つまり1ミリリットルあたり1キロカロリーということになる。え？でですね、こちら、比較にこちら用意しました。で、ちなみにエネルギーっていうのはね、俺の感覚で言うと、甘さの度合いが大体エネルギーの多さでこう、大体ね、目安で俺の今まで生きてきた人生のね、教訓なんですけど、大体目安がわかる。甘さの。でですね、多い方が甘いんです。で、この、トクトクレモン、こちらがですね、100ml あたり36キロカロリーなんです。ね。ということは、これは 100ml あたりだと 100kcal なんです。だからこれが約3分の1、3倍入ってるんですよ。カロリーが。うん。なるほど。
3倍も入ってる。ものすごく甘い。多分。で、このお酒にプラスシリーズのこのサイトに、この 100% のレモン果汁のところのを見てみますけど、なんと、やはり、この 100ml、いや、100% のレモン果汁は、原材料がレモンと香料だけなんですよ。つまり、レモンと香料しか使ってないので、まあ香料って多分、ゴミみたいな本当に 0.1g ぐらいじゃないかなっていうレベルだと思うんですけど、100%、まあ 99.何% ぐらい多分レモンなんですよ。でね、これでエネルギーがどれぐらいかっていうと、大さじ1杯あたり 15ml あたり、エネルギーが 5kcal ってなってます。ということは、ほぼこれと同じなんです。100ml あたりで計算すると 33.3kcal。ということは、これは若干3カロリーぐらい 100ml あたりで甘い。ということは、カロリー的に考えると甘さで、多分カロリーはほぼ甘さなんで、うん。糖類。カロリーって大体糖類なんでエネルギーなんですよ。だからエネルギーが甘さという感覚でいけばほとんどこれと変わんない。だからやはりレモンっていうのは、レモンはいいんですけど、ライムがものすごく甘いんです。まあ、ただし、それの有効活用としては、俺はね、欲しかったのは、ね、ライムの 100% のいわゆる甘くない酸っぱいだけのライムの香りがする。まあ、いわゆるライムの絞ったやつっていうやつね。が欲しかったんですけど。まあ、こちら残念ながら 80% と。まあ、多分なんでなのかわかんないけど。なんでなんですかね。まあ、100% ライムってレモンよか高いからね。だからだと思うんですよ。まあ、西田ってちょっと、そんな 80% とかって、さあ、じゃあ量少なくして 100% のやつにしてくれよって思うんだけどね。なんか難しいんですかね。やっぱ 100% ってなると、いろいろなんか、保存量とかなんかあれで難しいのかな。わからんけど。よくわからんけどさ。だからね、100% のライム果汁ってのは本当に入手が難しくて、あの、ほんと、ジントニックとかに使うタイプのね、使おうと思って、これを買うと残念なことになるんですよ。本当に甘くなる。あ、まあ一応、俺がおすすめする 100% の場所、あの、売ってる場所といえば、まあ、あそこですね。山屋。酒の山屋っていう、まあ、酒屋、全国展開してる酒屋があるんですけど。あれ多分全国展開だと思うんですけど。あそこにね、あの、シシリーライムっていうのが売ってるんです。まあ、もしくは、あの、ネットで買うならば、その、山屋のサイトに、あの、ね、オンラインショップがあるんで、そこで、ライム果汁とかでググると、あの、出てくるんで、あの、100% のライムジュースが欲しい方は、ぜひね、まあ、俺は近くにその山屋がある、最近できたんで、最近ね、あの、できたんですよ。なんでそこで入手できるんでいいんですけど。まあ、主に、あの、いわゆる無糖の、ライム 100% ジュースっていうのは、やっぱりあの、ジントニック。ただし、この、甘いライムにもですね、ライム果汁にもですね、一応それ専用のカクテルがあって、カクテルに、なんだっけな。なんちゃら。まあ、簡単に言うと、ジンライムです。ジンライムとかね。あの、果汁、プラス、あの、甘い砂糖が入ってる、やつを使うカクテルっていう、専門カクテルっていうのがあるんですよね。でね、ジンライムってね、確かね、あの、そうなんですよ。
ジンライムってギムレットだっけ？確かにライムジュースっていうのはコーディアルライムっていうのと、普通のコーディアルライムっていうのは、いわゆるさっき言った通り、甘いライムジュース。コーディアルライム。コーディアルライムとかでググると、まあ、いわゆる 100% ではない、加糖されたライムジュース。ってことです。そうか。コーディアルライムが甘いライムジュースで、フレッシュライムっていうのは 100% のライムらしい。で、このコーディアルライムっていう甘いライムジュースを使うカクテルがあるんで、俺が好きなのだと、やはり、ジンライム。こちら。簡単で、めっちゃ簡単。俺みたいなね、すんごいね、ズボラな人間にね、大人気。なんと、ジンライムとは、まあ、俺もちなみにすっごい大好きな。シャカシャカ振る、なんだ、シェイカーを使わなくていいっていうのも、すっごいあれなんですけど。もう、タンブラーじゃなくて、普通のカクテルの、ちゃうわ。ロックグラスに、氷入れて、で、オンザロックにして、ジンをオンザロックにした後に、ただ、ピャって注げばいいだけなんです。コーディアルライムを、ピャピャって注いで、シャカシャカ混ぜて終わり。むちゃくちゃ簡単なんです。そのくせ、むちゃくちゃうまいんです。で、これがね、実はすごいね、面白くて、コーディアルライムじゃないとね、全然ね、うまさがね、また違うんですよね。これがね、全然違う。ちなみに、シャカシャカやるタイプの、それを同じ材料でシャカシャカやるとギムレットっていうのになるんですけど、このギムレットも、やっぱりコーディアルライムなんですよね。でね、度数的に考えると、ギムレットの方が度数が低いです。ので、結構、きます。ギムレットよりは、ジンライムの方が、きつい。シェイカーで、シェイクする分ね。だからね、絶対ね、このコーディアルライムで作るのは、やっぱギムレットと、ジンライム。これはね、本当にね、コーディアルライムで作った方が全然美味しいんですよ。っていう。まあ、なんで、まあ、このライム、加糖ライムにも、ね、一応、使い道はあるんですけど。だから俺はもうそれを、うわ、甘ーみたいな感じで、俺結構ジントニック好きなんで、ジントニックバカ飲んでたんですけど、これだとめちゃくちゃ甘くなるから、いろいろね、この、使い方をね、探してたら、そのジンライムとかがね、出てきたんで、もうそれに使いまくって、なんとか消費しましたけど。ね。まあ注意が必要です、これは。ちょこっとね。まあ、豆知識。うん。でもこれ美味しいね、普通にね。トクトクレモン。まあ、トクトクレモンね。まあ、でも、多分ほとんど変わんないと思うけどね。まあでもこっちの方が安上がりですから。多分酸味料とか、まあ酸っぱさとしては多分ほとんど変わんないと思います。100% のレモン果汁とはね。
これコクとかもクソもないだろ。コクとかクソもないと思うんで。まあこれはまあ、まあ美味しい。まあ四つ星でいいですよ。四つ星、お疲れ様でした。